3点リード高田選手ポサポンフェイクポンフェイクおおら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 見てるやつほど楽しめる。さあゲームを始めよう。第1回超一流女子バスケ選手が NBA2K22 をやってみた。MC まむしです。改めまして、そしてスペシャルゲストは日本女子バスケットボール界から高田真希選手、そして馬瓜エブリン選手、三好奈穂選手に来ていただいてます。よろしくお願いいたします。続きましてクイックマッチっていうモードでちょっと一回楽しんでもらおうかなと思うんだけど、馬瓜、はい、選手、クイックマッチって何か分かりますか？クイックマッチはですね、もうすぐにこう1対1だったり2対2っていうところに入れる、あの一番楽しめるところですよね。100点満点でした。100点満点。その通りです。もうすぐゲームができちゃう。今回皆さんにはですね、同じチームでプレイしてもらいます。で対戦相手はコンピューター、はい、コンピューターと対戦してもらいます。まあ普段通りのチームワークを発揮してもらえれば楽しいゲームになるんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、ちょっとゲームを始まる前に、実際皆さんが試合、ね、実際にプレイするとき試合前の準備とか多分大事にしてることってありますよね。なんか大事な試合の前とかだと結構言葉にして今日やることをチームメートとかに、言うとかはありますね。なんか何点取るとかそういうことを言ったりした時の方が気合が入るんで。あ、それいいね。じゃあ今からさ、ちょっとワンゲームやるんだけど、はい、三好選手の1個こうやることを決めて声出すって面白いなと思ったから、なんか今1個決めない？いい？じゃあ私はじゃあ1本必ずスリー決めます。シュートは1本は決めたいですね。決めたいね、決めたいよね、はい、決めたいですね。確かに、あの自分ディフェンス得意じゃないんで、うん、自分自身が、うんうん、ゲームの中では激しいディフェンスがやりたいなと思います。じゃあそれでいきましょう。3人の目標は決まったところで、はい、いよいよゲームタイムでございます。ちなみにこのゲームにお三方が勝ちましたら、はい、この場で本日 NBA2K22 をお一人ずつにプレゼント。欲しい、めっちゃ期待あるよ。欲しい。なんか試合以上に緊張するな。なんかゲームで緊張する。やばいぞ、めっちゃリアルじゃん。やばいよこの。おお、リアル。リアルなんだよ。すごい。めっちゃ綺麗。そう、グラフィック本当綺麗だね。おお、いや。おぉ、よっしゃ、普通の動きだね。そうだよ、普通の動きだよ。普通の動きだね。滑らか、滑らか、滑らか。そういうことね。なんだっけ、アジアカップのさ、オーストラリア代表の4番、シカゴスカイじゃなかったかな。この人じゃない？違うかな。この人確か。そうか、みんなからしたら対戦してる選手がもうゲームキャラクターになってる。そうなんですよ、それがすごいですよ。わあ、知ってるこの人。知ってる？うん。おお、そうそうそう。すごい動きが本当リアル。あ、キャンディスパーカー。すげえ。血管も出てる。さあいよいよゲームタイムですね。はい。我らお三方はシカゴスカイでプレー。はい。さあ普段は100個200個フォーメーションを覚えてる皆さんですから。よっしゃ、自分何色って言ったら、緑。さあホワイト、ね、シカゴスカイはディフェンスからスタートですね。ディフェンス、あ、自分激しいディフェンスするよ。あ、もう入れられた。待って、私緑だよね。早速スリーポイントから。あれ、ちょっと待って、自分何言ったっけ。本当に緑？え、私が緑だ。マウリ選手はブルーです、青です。青、高田選手が赤、レッド。赤か、はい、パスちょうだい。せい、パスパス。あ、打っちゃった。ごめん。自分青か。オッケーオッケーオッケー。戻れ。選手の切り替え、選手の切り替え。あ、張りまくりですよ。止めました。ワイドオープン。ちょっと待って。シュート見んかった。パスを要求。ちょっとマンツーマン、あのマッチアップ捕まえたいところですね。そうですね。はい、パスはいい。さあ、オフェンスは。はい。さあ集中してきた3人、口数もなくなってきました。パス回してこ、パス回してこ、パス回してこ、ボールシェアしてこ、あ、いいよ、はい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 、あ、空いてるよ、ここ空いてるよ、スクリーン、スクリーン、スクリーン行く。あ、フェイク、
あさあ、さあ自分のチームのコンピューターに助けられてる3人でございますさあそろそろ第1クォーター終了間際ですよ。打たせるな打たせるな、ここ止めたい。リバおお、あでもいい試合いい試合、第1クォーターいい試合いい試合、12対7で、まあ、5点ビハインドですね。いい試合いい試合。ちょっと経験者のマウリ選手、どの辺改善したらいいかな。やっぱディフェンスですね。ディフェンスそうだよねさあ第2クォータースタートです。5点ビハインドを追いかける展開のホワイトが我らのシカゴスカイと。近いな近いな近いな。さあレッド高野選手、ほらほらほら、ドルソンを活用してのプルアップジャンパーを成功でございます。見事高田選手も公約達成。コンピューター私たちにもパスをくださいあ、いいスクリーンですよ。ドルソン、おい、やるじゃんと。やりますね、連続スコアじゃん追いついてきたよ、こっからだよみんな。あーだだこういうとこ、こういうとこね。エムリアン、あ、いいですよ。違う違う、高田選手なんだけど、あ、邪魔邪魔、レーダー高田選手、よし、おお、おら、おー、いいパス、いいパス、パスが良かった。マウリ選手もスコア3点リード、お、来たよ、いっちゃうんじゃないこれ。ほら、いやうまいな。よしよし、一回は仲間に預けてさあエブリン、おナイス、戻れ戻れ戻れ、いいですねプルアップいいですよ。どこだ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 、ハリーバック非常に良くなりましたねディフェンス。ちょっと真ん中ら辺にいよ、真ん中ら辺にいよ中田選手いいですよ、ディフェンスのポジションも非常に良くなってます。ブロック、リバーン、よし、パス、いけ、すごい順応が早い、守り始めてる、もうさあオフェンス、よし、パス、パス、パス、あ、いいですよ、ポストアップしてるよ、おー、よしよし、さあ、ポストアップ、あ、オフェンス3秒バイオレーションになっちゃった。さあ、第2クォーターラストオフェンスになるかな、決めればリードで前半終えれます。メス選手、おおおお、逆転逆転、すごい、ミピリで逆転じゃん。これね、ちゃんとハーフタイムのショーもあるし、ハーフタイム、そうそうそう、あとはね、ハイライトとかもちゃんと流れるんだよ、うん、始まる。さあ行ってみましょうか。第3クォーターです。リードしているホワイト、白のユニフォームが我らがシカゴスカイです。足元のブルーのサークルがマウリ選手、赤レッドが高田選手で、グリーンが三好選手。戻れ戻れ戻れ、よし走れ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 、いやディフェンスが非常に改善しましたね。よし、あ、そう、コーナー3、それ止めたい、リバ、うわあ、さあこれでまたタイゲーム。さあ後半入って最初のオフェンスですね。はい、行くよ、ピック行くよ、ピック行くよ、おいで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 とか、誰も来ない、よし、行け、遅い、あ、悪かった、いやごめん。でもいいですよ、ピックやりたいね、ピック、戦術っぽくなってきましたよ、ピックやりたいね、あ、すごい、来た、リバー、よっしゃ、ナイスブロック、今いいディフェンスじゃないですか、いいディフェンス、いいディフェンスだった、確かにクリーンなチェイスしたディフェンス、お、よっしゃい、ブロックだね、ロングツー、ブロックね、三角かな、うん、よっしゃ、キャンディスパーカーこの辺の距離ね、うまいからね、でもね、ディフェンスできないんだよな、リバー、リバー、あ、やるよ、やるよ、誰誰誰誰誰、ピック、ロール、画面に出てこないんだよ、どこ行った、いけいけ、あー、取られた、盛り上がってまいりました、取られた、第3クォーター同点です。どこにおる、観客と遊んでるぜ、今絶対、え、どこにおる今、観客と遊んでるんだけど、おいてチームワークが乱れてまいりました、タイムアウト取りました、タイムアウト取りました、素晴らしい、タイムアウト取れるの、タイムアウト取れる、タイムアウト取れる、勝手にタイムアウト取ってた今、すげえいいタイミング、いやくそーピックと、あと何ができる、ピックもあります、スリーメンサイド、スリーメンサイドやる、リッツさんがボール持って自分がピックかけるんで、うん、サンさんがスリーメンサイドコーナー、スリーメンサイドコーナー行って、で自分ダイブして、ね、でサンさんにパスでスリーポイントいきましょう、オッケー、コーナー行くわ、オッケーオッケー、ボール要求するができる、おーすごい、オッケー、はいはい、やばい、動き始めてる、オッケー、リッツさん、リッツさん、
あーなんか OK あれ行け行け行けスクリーン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 普段のみんなのプレイっぽくなってきてる OK OK 誰ダブルスクリーンで今おー入ったー入れてくれた助かるあーそれ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 あーやばいごめんさあこれ2点ビハインドよっしゃ走走走走コーナー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 行くよめっちゃスクリーン拡大がコーナー行くコーナーコーナー行く準備してる準備してるさあトップポジションよしマウリ選手スクリーンスクリーンハンドオフで高田選手スクリーンスクリーンさあハイポストにスクリーンがいるオープンキックアウトあいいいいプレイ今すごいリアリーちゃんとバスケになっているちゃんとフォーメーション作ってるトレンドのコーナー3あ何やってるの私2番2番あカメラマンにぶつかっちゃったダッシュダッシュダッシュさあ1本止めてファーストブレイクまでいけるかなダッシュ R2 クイック3わおさあまだ10秒ありますさあ第3クォーター残り4秒でここでおお第3クォーター終了よしよしあのいいプレー出たからね今ねバスケっぽくなってきた、ね、32で、まあ、5点ビハインドですけども確かにバスケっぽい動きになってなりましたね、 ましたねさあいよいよ注目の最終クォーター第4クォーターいってみましょうかディフェンスからのスタートですディフェンスね止めたいね1個ねさあ止めたいねなんで飛んだ緊張感がある試合ですよ赤赤そうちょっとあの子が暴走スリー打ち気味だねまあこれは痛いさあハイピックをかけておいいねあれ自分のどこ行ったおさあボール来たマリ選手さあワンゴール返しました6点差どこだどこだスクリーンいいよチェック入れた今リバウンドああよナイスですああリバウンドわしナイスですノファリバウンドどこ行ったああリバウンドああめっちゃぶつかるリバカメラマンに突っ込んでカメラマンに突っ込んで謝ってたよあ二人ともダブルスクリーンすごいもうダブルピックオッケーさあ高田選手いいよ、いいよ、打っていいよおら、おら、おら、このポンフェイクあー、何秒めっちゃポンフェイクするこんなポンフェイク見たことないよ10回ぐらいやってた、10回ぐらいずっとやってたよ、今誰だ、誰だ守るぞ2番わー、惜しいちょっと向こうもレベルを上げてきてますね、プレーわー、10点、厳しいなさあちょっとここからの勝ち方考えないか考えていかないとどういうプレーおおおおキックアウト多いでしょオーラコーナー3うえおー今取られた戻れ向こうボール戻れ戻れ戻れダッシュダッシュダッシュあーそっかさあちょっとワンプレーいいの作って流れを変えたいところです空いてる空いてるんだよ空いてるんだよくれくれさあピックピックいっておキックアウトオープン3よーよし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 。あれ誰？もう決めたくてしょうがないからハリーバックを忘れるという。疲れる。もう嬉しすぎて。もう早くオフェンスしたい。オッケー、オッケー、ピック。さあどう作る？よ、ピックかけてるよ。ピックかけてます。ピックかけてます。おお。はい。入れて。ウェイ。リバ、やリバ。ああ、くそ。スムースなオフェンス。さあ30秒前。戻れ、戻れ、戻れ、戻れ。30秒。うわあ、入るさ。誰？もうやめて。こっちがやりたいプレーをすべてやられている。いいよ、いいよ。さあ一方こちらは。やる、やる。難しい。さあ10秒前。あれ、自分どこ行った？あ、キャンディスパーカー何してるの？コート外にいる。今大事な場面で。あ、いいよ。プレッシャーかけていいよ。誰か。仕掛けろ。行け、仕掛けろ。ここでタイムアップ。まあいい試合だったね。ファイナルスコア51対37と惜しくも敗戦でした。いや4コータメ強いな。本当に4コータメ強い。思ってたより楽しい試合だった。面白かったですね。まあちょっとね、残念ながら敗戦してしまいましたが、はい、あの随所にいいプレーと盛り上がりがありましたんで、急遽カンペ飛びまして、皆様スペシャルプレゼントゲットでございます。 NBA 中継さんからありがとうございます。ファン選手楽しんでいただいたんで、ぜひプレゼントさせてくださいとのことでございます。おめでとうございます。やり込むぞ。
お三方、まあ、参加いただいて率直にどうだったかなっていう感想から聞かせてください。まあ、やっぱり憧れの選手と対戦できたり、自分が憧れの選手でプレーできるっていうこの NBA2K、 本当になんか夢のようなゲームだなってすごい思いますし、まあ、自分自身も例えばこうリフレッシュだったりとかで、ここでまたバスケするっていうのもありだなって改めて思いましたね。マイプレイヤーですか、を作ってる段階からすごく楽しくて、やっぱりこう初めてだったんですけど、本当に純粋に楽しかったのでやり込みたいなと思います。火ついちゃった、はい、あとみんなでこうやるのも盛り上がってすごく楽しいなっていうふうに思います。ちょ、負けちゃったのが悔しいんで、ちょっとやっぱりリベンジしたいです。やり込む、もう本当やり込んで上手くなってリベンジしたい。でも体勢こうだったもんね、みんな。いや、そう、どんどん丸まっちゃって、集中するとこうなっちゃう。全然映ってないだろ。負けず嫌いだな。でも映像もすごく綺麗で、動きもすごくリアルだったので、これだけリアルだとやってても楽しいし、実際にはバスケットやってみようってなるかもしれないですね。まあ、そして最後に、まあ、間もなくみんなにとってこう、シーズンが始まってくると思うんだけども、はい、その抱負をちょっと一言ずつ聞きたいなと思うんだよね。はい、そうですね、まあ、やっぱり、昨シーズン、初優勝をしまして、で、まあ、今年も優勝を目指してねだったり、そういった声をたくさん聞くんですけど、まあ、今年も今年でまたもう一回一からちゃんとチームをしっかりと作り上げていって、目の前の試合を勝ち切る、その先に優勝っていう、スタンスでチャレンジ精神を忘れずにやっていきたいなと。で、まあ、やっぱり、そのアジャストする中で、2K をぜひみんなにやってもらって、高田選手のアジャストをしていきたいなと、はい、対策していきたいなと。ゲームの中で勝ちたいなと。なるほどね。リアルでもフェイクめちゃくちゃするからね。それリアルにやるかどうかわからない。そうですね、本当に2連覇に向けて頑張りたいですし、今こうバスケが盛り上がってきていると思うので、その熱をさらに上げれるように、自分たちもなタフなプレーだったりで、バスケットを盛り上げていけるように頑張りたいなと思っています。実際リアルで見てもらって、やっぱり楽しいな、女子のバスケット面白いな、また見たいな、来たいなって思ってもらえるようなパフォーマンスをしていきたいのと、あとはもうシーズン中ではありますけど、 2K をちょっとやり込みたいなと思っております。さあ、注目でございます、皆様方、日本の女性バスケットボールプレーヤーのトップリーグ W リーグ、こっちも超ハイレベルでえげつないんで、3選手ハッスルしてます。応援してください。というわけで、今回のスペシャル企画、特別ゲストに日本バスケットボール、ね、トッププレーヤーから高田真希選手、馬瓜エブリン選手、そして三好奈穂選手にご登場いただきました。ありがとうございました。またやりましょう。ぜひありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。好きなやつほど強くなる。さあ、ゲームを始めよう。NBA 2K22 絶賛発売中。